日本大学第2中学校高等学校は東京都杉並区天沼一丁目にある男女共学の私立中学校高等学校中高一貫生設置者は学校法人日本大学第2学園略称は日大二中日大二校日大二、日大二校日に日本大学特別付属校として運営されており 学校法人日本大学第2学園が学校法人日本大学と契約し、日本大学系列校になっている。日本大学系列校の中では、進む学校として位置づけられ、約3割が内部進学で日本大学へ進学している。伝統的に自由な校風を持ち、体育大会、文化祭など生徒が中心となって行う。 学生服は1996年から1997年の教学化に伴い、男女共に茶色ベースのブレザーを採用している。男女別学時代の学生服は、男子部は黒の爪襟、女子部はグレーのブレザーを採用した。足立光の代表作、タッチで、主人公の上杉達也や朝倉美奈美らが在籍する民謡学園のモデルとして知られる。校舎は、 杉並区天沼の閑静な住宅街に所在し、校内の銀南並木は杉並区の保護樹林に指定されている。教育理念は、信頼敬愛、自主共同、熱性努力。部活動はいかに示す、文化系、運動系からなる。近年では、演劇部が海外招待公演を行った。また、チアダンス部が全国大会で好成績を残している。 同好会を作る会は部活動の前身組織である。学校長の承認を経て組織され、活動4年で部活動への昇格資格を得る。部費が支給されないなど部活動とは区別される。現在、2団体が同好会を作る会として活動している。ありがとうございます。